これどんなワインですか？こちらですか、ドイツの名城ワインなんですけど、ドイツに13の生産エリアがあって、うん、ナーエ州、ここの川でしかブルーの石が取れない。その石を使ってガラスにしてボトルにしてる。まあ酒屋さんデパートで売ってないので、幻のワインと呼ばれてます。味はちょっと飲んでいただきましょうか、はい、添加物上度アルコール使えない。いただきます。はい、いただきます。その好きと思った瞳のままで。うまい。どうやって甘さじゃない。国産のワインだと大体まあ甘さ加えますよ。これ自然の甘さ。自然に熟したブドウの甘さ。それを樽の中で二次発酵した度数がこれしかないです。8.5%、8.5%、ほんのり気分なきゃ。すごい。よいしょ。皆さん買いましょう。皆さん買いましょう。買いましょう。お店で飲むと1本2万円ぐらいしたんですけど。これ1本2万円。はい。うちは卸なので、ちょっとケース単位、6本単位になっちゃうんですけど、1本あたりが5000円ぐらい。そう、6本で3万ぐらい。3万ぐらいで売るっていうことね。で、店でこういうの頼んだら、その一グラスはいくらぐらい？店に頼んだ、あ、店にも置いてないのか。置いてないです。置いてないから、皆さん探してるんです。ワイン好きの方、どうですか？いい場所見つけちゃった。ほら、はい、やったー。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今日はたまたま出店してたからよかったね。はい、今日だけです。今日だけです。明日は強風のため中止です。どうもありがとうございました。